はい、今回はですね、マイナーチェンジ後のフリードの見積もりを取ってきたんで、見積もり書の方を紹介します。発売日まで1ヶ月以上先なんですけどね、もう見積もりの方は取れるみたいですね。で、見積もり書の方一応隠さないといけない場所が何箇所かあるんで、カットしながら紹介していきます。よいしょ、ピントがご希望の車種 2LX4AZ で、見積もった車名がフリードハイブリッドの FF のクロス、クロスターですね。で、タイプ H で、ミッションは CVT で、型式が 6AA の GB7で、5ドアで 1500cc で、車体カラーがブラックで、内装もブラックで、まずはディーラーオプションの方からですね、見ていきます。で、ディーラーオプションに関してはそこまでつけてなくて、ナビ207の VFNI、まあ、最大で9インチなんですけど、その9インチのナビで237,160円で、アタッチメントとしてフェースパネル、まあ、9インチなんで11,000円で、ナビ ATT 4,400円で、新車 PKG、 新車パッケージングで、ナンバーフレームでボルトでバイザーとマットで4点セットで84,040円で、ボディコーティングが58,500円ですね。で、合計ディーラーオプションつけた金額が395,100円で、その他に延長保証の守るをつけて13,000円ですね。で、リサイクル関連費用でちょっと高鳴ってますね。10月から増税するんで、その影響かと思うんですけど、13,500円で、次に値引きに関しては口頭で教えてもらったんで、見積もり書の方には書いてないんですけどね、まあ、そこら辺最後の方で紹介します。税金保険料関係が、納期に関してはまあグレードによったり、まあ、ガソリンとかハイブリッドによって違うらしいんですけど、まあ、大体2、3ヶ月って言ってました。自動車税が、まあ、納期3ヶ月かかったとして12月から来年の3月の4ヶ月分で8,600円で、自賠責を37ヶ月分で36,780円で、で、税金保険関係の合計金額が45,380円で、販売所費用、車庫証明が17,080円で、検査登録届出が31,570円で、納車費用が9,350円。まあ、家から見積もったディーラーの距離考えたらちょっとぼったくりですね。で、リサイクル資金管理料金が290円。まあ、ここら辺自分でしたら4分の1ぐらいに抑えれると思います。51,990円ですね。で、非課税分として車庫証明が預かり法定費用の内訳として2,600円で、検査登録届出が3,620円で、先ほどのリサイクル関連費用が10,060円なんで、まあ、それを足して16,280円で、初期費用の合計金額が全部合わせて126,650円。まあ、ガソリン車に比べたら安いでしょうね。 100% 免税になるんで、今回見積もったフリードハイブリッドので、クロスターの駆動は肉の方で、車両本体が278,900円。まあ、コンパクトミニバンってことを考えたら若干高いですよね。で、ディーラーオプション代として395,100円足して317,700円、まあ、スープラス諸経費126,650円足して総合計金額が330,3650円。
て内消費税が293,544円含まれてます。でこんな感じですね。上の方とか下の方はちょっと見せないんですけど、値引きに関しては10万前後って言われました。まあ、初回の商談だったってこともあって詳しい金額までは聞けなかったんですけど、まあマイナーチェンジってこともあって思ってたよりは値引いてくれましたね。まあこれがフルモデルチェンジだったら一桁台だったと思うんですけどね。今回の改良点って、まあ、水色みたいな新色の追加とで外装内装の一部の変更とあと SUV 仕立てのクロスターの、まあ、新グレードの追加とあと何でしたっけ、ホンダセンシングの後方誤発進抑制機能の追加ですね。まあ、そこまで大きなマイナーチェンジでもないんで10万弱引いてくれたといった感じです。まああと 2,3 回商談重ねたら、まあ、15万は難しくても13万14万ぐらいは値引いてくれそうな感じはしました。はい、ってことで今回は新型フリードハイブリッドのクロスターの見積もりを取ってきたでした。